たる草壁アルメリア。オトチャンネル、今回はモータースポーツの聖地三重県鈴鹿。サーキットの狼ならぬサーキットの豚を求めて早速リサーチ開始。鈴鹿サーキット場の周辺には車やバイク関係のお店がたくさんあるんです。中でもホトちゃんが気になったのは、ね、聞いていきましょうよ。この辺りはやっぱりサーキット関係のねところが多いでしょうね。これはラジコンカーの店、ラジコンですか。これちょっと興味深いね、ラジコンはね。はいはいはい、おお、ちょっと音聞こえるね、ラジコンね。あのホトチャンネルというもんですが、はい、あの店主の宮崎といいます。あ、宮崎さん、はい、宮崎さんのお店。はい、大きなガレージが目を引くこちらのラジコンショップ、実は店内にはラジコンカー専用の本格的なコースがあるんです。店長の宮崎さんは数々のラジコンの大会で入賞するほどの腕前。そんな宮崎さんですが、実はただ者ではなかったんです。これ宮崎さん？そうですね、お店をやる前はプロのライダー、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。 750cc のチャンピオン、はい、チャンピオン、はい、すごいやん。で、8時間耐久レースもね、2回、はい、8体も出てるんですか。2位に入ったんです。8体2位、宮崎さんすごい。ラジコンの方も腕前はかなりのもんじゃないですか。まあオートバイほどではないですけどね。思った以上にスピーディーやね、速い。これあの直線で何キロぐらい出るんですか。40キロから50キロぐらいですね。 40? だから原付より速いんちゃうの。初心者の人でもできるように。できるのあります。スピードの遅い車を準備してありますから。あ、マジですか。僕とレースしましょう、それで。っていうか、そう、もう普通にやったらもう絶対負けんの目に見えてるじゃないですか。そうですね、じゃあハンディーをつけます。ハンディーください、マジで。じゃあね、僕ね、足でしますわ、足で運転しますわ。どういうことですか。足で操作します。それはね、ちょっと僕のことバカにしすぎじゃないですか。いやいや、皆さん、宮崎さんはラジコンをなんと足で操作。さらにスタートも5秒のハンデ。これならホトちゃんにも勝機が。僕が勝ったら、もうラジコンが1台プレゼント。ラジコンもらえる。はい、マジで、頑張ってください。よっしゃー。じゃあ、あのホトさん負けたら1台買ってってください。ということで、ラジコンカーをかけた特別レースを開催。ラジコン初心者のホトちゃんとベテラン宮崎さんとの一騎打ち。赤い車のホトちゃんスタート。さすがにまっすぐには走れるようであります。何とな、あっと、ここでクラッシュだ。またぶつかった。完全に止まった白い車は宮崎さん迫っている。またぶつかった、ホトちゃん。おっと、宮崎さん足で器用に操縦している。さすがであります。ホトちゃんを完全に置き去り。すいません、お願いします。ホトちゃん再スタートだが、宮崎さんは最終コーナーを回り最後の直線へ。ホトちゃんは完全に立ち往生。ここでホトちゃん思わぬ行動に。なんとコースをショートカット。そのままゴール。勝った勝った勝ったぞ。フォアプロがしてないですよ。してないです。そんな、あ、宮崎さん僕勝ちましたね。最高クラスだよ。分かりました。もちろん反則なんで自腹でラジコンカーを購入。しかもここでビッグなお知らせが。1名の方ですけどもにプレゼントします。ホトちゃんからのプレゼント、詳しくは番組の最後に。こういうことなんですが、あ、はいはい、このサーキットの豚、鈴鹿の美味、松宮さん一家と。美味だから食べ物屋さんだと思うんですけど、で豚で。そうですよね。サーキットの近くにね、はい、あのスペアリブの美味しい店があるんですよ。よくレーサーの人たちも行ってるんですけどね。多分そこじゃないかなと思うんですけど、まあ近所に行けばなんとかなりますかね。なると思います。宮崎さんの情報を頼りに再び鈴鹿サーキットの近くへ。